せーの、原発ゼロまであと15日撮ってます。今日の授業の感想はどうでしたか？あ、原発とかが安全とか言われてたけど、ほんま危ないとかなんかいっぱい知れて、すごい勉強になってよかったです。ありがとうございます。一番ね、やったお話の中で印象に残ってるところはどこですか？なんか体の中にあの放射能かなんか死んでも残るっていうのも怖いと思いました。何笑っとんありがとう。やっぱり原発が今世界でも400基動いてるっていうのはすごい、やっぱりそれがすごい衝撃でした。やっぱりそれで日本でもやっぱまだ動いてるっていうのがやっぱすごい、あんだけの事故があって福島の人が傷ついているのに、それが動いてるっていうのはやっぱりそれはその人たちの気持ちをやっぱ考えてないかなっていうのがすごい思いました。そのね、福島で苦しんでる友達の姿を見て、その苦しみを解決するためには今後佐藤君は何ができると思いましたか？やっぱりまず大阪とかニュースの報道で間違った情報を流されているかもしれないというか、本当のだから現地に行ったから本当のことを伝えて広めていきたいと思います。文化祭とかで多くの人に知ってもらいたいという感じで。ありがとう。こんばんは、画家の増山玲奈です。今日は高校生に講演会をしてきました。若い子どもたちと会うと、この子たちが大きくなる前に本当に原発を廃炉をきちんとしなきゃいけないなっていうことをすごく思います。なんでかっていうと、ドイツで聞いてきた時に一基の原発を廃炉に完全にするのに70年、そして、最低でも小さな原発でも660億円かかると言われてきたからです。これは売電利益、稼働してた時の売電利益よりもずっと大きなお金がかかるっていうことなんです。で、原発のその負の部分、マイナスな部分をずっと見ないようにしてきたわけなんですけど、そろそろ私たちの時代で変えていかなきゃいけないなと思います。でも311後の日本がやってきたことっていうのは、この廃炉と全く逆のことだったんです。どういうことかというと、例えば瓦礫焼却で2兆円の復興予算が使われて、被災地のためだ、絆だって言われて、結局、何が起こったかっていうと、ゼネコンにお金が流れて、そして、2兆円のお金が流れて、今まで汚染されてなかった地域に核の廃棄物を含んだ瓦礫が焼却され、燃やされ、大地や水を新しく、大気や 大地や水を汚染してしまったわけです。このように拡散して、新たに焼却するということは避けなければいけないのに、そのように使われた。そして10日前から福島県の鮫川村で本格稼働が始まった瓦礫よりももっと高濃度の物質の焼却実験があります。これも環境省が進めている実験で、鮫川村を皮切りにこれから福島各地、そしてその後全国で行われようとされている、そういうプロジェクトです。これが10日後のキドン、昼間爆発を起こしました。住民の人は爆発事故が起こって爆発音がしたのに、その結果をすぐにお知らせしてくれた、あの村は、お知らせをせずに1時間放置した後に放射線量を測りに行ったということなんですけど、そのような管理体制の中で危険な高濃度の放射性物質を扱う、そして焼却するっていうことはありえないと思います。そういう危険な実験は即刻中止して、その焼却炉を廃炉にするということを鮫川村進めてほしいと思います。皆さんもぜひ連絡をしてください。この鮫川村を止めるっていうことは、鮫川村だけじゃなくて、これから始められようとしていた焼却実験、全国に拡散して薄めて燃やして汚していくということを止めることになります。このような無作為な拡散汚染を今すぐ止めて、
汚染を一箇所に、集めて日本を住めるところにしていこうっていうことを強く訴えたいです。よろしくお願いします。はい、撮ってます。はい、今日は本当にいろいろ知りたいことが知れてよかったです。生徒たちがちょっと恥ずかしがって質問をちょっとできなかったんですけども、まあ本当に勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございました。恥ずかしい。